はい、皆さんこんにちは、たくやです。今日は忍者1000のスクリーンを交換しようと思います。純正スクリーンでも防風性能はある方ですが、ツーリングをさらに快適にするためにスクリーンを交換しようと思います。取り付けるスクリーンはプーチのスクリーンです。プーチはスペインのメーカーでモータースポーツでもよく使われています。このスクリーンにした理由はですね、CDR に乗っていた時に使っていたんですね、プーチのスクリーンを。それが見た目も良かったし、防風性能も良かったんで、忍者にもプーチのスクリーンを取り付けることにしました。では早速つけていきたいと思います。忍者のスクリーンを外すのは非常に簡単です。前で止まっているネジ4本を取り出すだけ。使う工具は六角レンチの 4mm です。ネジには樹脂のワシャがついているので、なくさないように注意が必要です。純正スクリーンとプーチのスクリーンの比較です。大きさ的には若干大きくなった感じですかね。このボリュームも大きいです。付属物は説明書と CD。説明書は正直言うことでよくわからないですね。一応普通のスクリーンよりは防風性がありますよって説明がされているのがわかりました。付属のシールはスクリーンの裏側につけるみたいです。取り付け部分の内部を隠す目的でしょうね。とりあえずシールを貼っていきます。このシール意外と剥がしにくいですね。シールを貼り終わりました。右側はうまく貼れましたけど、左側は若干気泡が。あまり目立たないのでよしとしましょう。はい、シールを貼った後4本のネジを締めていくだけというとっても簡単な工程です。最初は軽く締めてから最後に増し締めしていきます。はい、付け終わりました。最後は正面にあるペリペリを取って完成です。スクリーンの見た目がだいぶでかくていい感じになりましたね。横から見るとこんな感じ。3段階の変化です。一番低いのはこんな感じ。中段。一番立てた状態がこんな感じです。かなり風を防いでくれそうですね。一応ハンドル切れるとかもチェックしてみました。全然問題ないですね。干渉しません。ミラーも問題なく畳めます。一番立てた状態でミラーを畳んでも問題ないですね。はい、いかがだったでしょうか。本当だったらこの後外を走って防風性能がどんな感じかレビューしたかったんですけど、ウイルスで外出を自粛した方がいいので、またの機会に語りたいと思います。この動画が良かったら高評価お願いします。またチャンネル登録もぜひお願いします。ではでは、バイバーイ。